ミシサガ中心部前景ミシサガはカナダのオンタリオ州南部トロント市の西隣のピール地域に属する。また、クレータートロントの一部を構成しており、人口規模はカナダ国内第6位。カナダでもこの20年で最も急速に人口が増えている都市であり、トロント郊外にある大きな住宅団地や高層コンドミニアムが都会の人々を引きつける結果となっている。また、 法人税率が低く、交通の便などが発達していることから、多くの企業がオフィスや工場を構えている。日系企業も多く進出していることで知られ、在留法人も多く住む。トロントのベッドタウンとしての性格から、オンタリオ州外ではほとんど知られていない街だが、近年、街の独自性を強くアピールする施策を出しており、スクエアワン、ショッピングセンターの周辺を中心に、 新しい高層コンドミニアムをさらに40棟建てる計画が承認されている。街のランドマークを作るべく2006年に国際建築デザインコンテストが行われ、中国人建築カバガン賞が受賞し、2011年から2012年にかけてツインタワーのアブソリュートワールドが完成した。このコンドミニアムは斬新でセクシーなイメージからマリリン・モンローと呼ばれている。 ミシサガという名称は、カナダの先住民族の言語アニシナアベ語で、大きな河口、大きな河口にいるものが由来となっている。オンタリオ湖に面してオリソの長さ1 3トル。西はオークビルト・ミルトン。北はブランプトン。東はトロント。そして南はオンタリオ湖に面している。また、ハルトンヒルズが北西に位置する。河川市内を流れる主な川は、 クレジット側で、水量、長さにおいて最も大きい。人口増加率は1996から2001年の期間で12.6%、2001から2006年で9%となっており、この10年間で人口10万人以上増えている。2001年の人口規模7位から2006年までの間にウィニペグを抜いて国内第6位となった。年以降は、 人口増加率は鈍化している。2016年国勢調査による人種別構成は、浮きの通りで、有色人種が半数兆を占める、東多民族、多文化都市となっている。特に、インドやパキスタイ系移民が2割を占めている。また、人口の半数は、英語以外の言語を、日常的に用いており、ウルドゥ語やパンジャーブ語等の南アジアの言語も多く、使われている。 ミシサガ市民センターアブソリュートワールドのツインビルミウェイの市内バス号 o ランジットのバスミシサガトランジットウェイ、ミシサガシティセンターターミナル市内には7つの主要幹線道路が走っており、各都市へのアクセスは利便性に富んでいる。トロントとの間はゴートランジットが運行する鉄道とバス、バスでトロント地下鉄のキップリング駅まで向かう方法が主な移動手段となっている。 将来的には2024年完成を目指すライトレール路線のヒューロンタリオ LRT や2021年に完成するトロント地下鉄エグリントン線の第2期区間がシサガ市内までの延伸が計画されておりトロントピアソン国際空港までも結ぶ計画となっていると、トロントとの交通網整備が進められているトロント中心部へはゴートランジットが運営する ゴートレインで結ばれており、市内には、レイクショア・ウェスト線、ミルトン線、キッチナー線の3路線が通り、9つの鉄道駅があるが、全路線がトロント・ユニオン駅へ向かっており、市の中心となるような駅はない。また、終日運行は、レイクショア・ウェスト線のみであり、本数は限られる。おおよそ各鉄道駅から30分前後で、トロント・ユニオン駅に到着する。また、 トロント・ピアソン国際空港からユニオン・ピアソンエクスプレスが走っている。シェリダン・カレッジ市内にはトロント大学の分校であるトロント大学、ミシサガ校やトロント大学の医学部キャンパス、シェリダン・カレッジがあり、市内の教育はピール地区教育委員会等4つの委員会によって管轄運営されており、フランス語でのイマージョン教育も行われている。D ・ミニムズ From Coast to Coast to Coast, Language Articles, Language Portal of Canada.www.noslangues.gc.sa.2014 u r l a n u e s g 年8月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年8月24日閲覧。カリアパーク。シティオブミシ i s s i s s a u 2 0 0 6年4月24日。 閲覧、ありがとうございます。